サンタカタリナ山脈から通村渓谷越しに見たサンタリタ山脈の光景。サンタリタ山脈は南アリゾナで最も著名なスカイアイランドである。砂漠にそびえるチリカワ山脈雲上に浮かぶポータル山、チリカワ山脈。スカイアイランドとは周囲を大幅に異なる環境に囲まれて生態的に孤立した産地である。この用語はもともと アリゾナ州とニューメキシコ州の南側国境付近に広がるものを指したが、同じように孤立した高地の森林にも拡大して用いられるようになった。アメリカ南西部は約2万年前、1万年前の間に気温が上昇し、広大な砂漠の形成によってスカイアイランドが孤立した。スカイアイランドで見られる自然現象として固有種、垂直移住、依存種などがある。 スカイアイランドにおける主多様性の複雑な動態は生物地理学の興味を引きつけ、またその生物多様性は保全生態学の関心領域でもある。スカイアイランドの本質的要素は他の産地からの物理的な隔絶であり、それが砂漠に囲まれた森林のような孤立した生息環境を生み出す。孤立はこれら自然の生息環境において重大な意味を持つ。 スカイアイランドは最終表記以来の気候の温暖化によって孤立した北方種のレフュージアとして機能することがある。エクアドルのガラパゴス諸島のような海上の島と同様に極在化した動植物が種文化に向かうような例もある。スカイアイランドという概念は1943年にナットドーチが雑誌アリゾナハイウェイズの記事中で アリゾナ州南東のチリ川山脈について砂漠に浮かぶ山上の島と述べたことに由来する。やや遅れて氷河侵食を受けていない高山地形であるカリフォルニア州シエラ・ネバダ山脈の古地形を示すのにも用いられた。用語が広く知られるようになったのはアリゾナ州南東部在住のウェルドン・ヘルドによる1967年の著書スカイ・アイランドがきっかけである。 この中で彼は、チリカワ砂漠西部に位置するニューメキシコ州ロデオの町から距離にして 56km、標高差にして 1700m のチリカワ山脈の頂上に至るドライブについて記しながら、この概念を説明した。文中では、暑く乾燥した砂漠から草原、その後歌し、松の林、松林、最後に東飛山ならしの森へと登っていく。彼の本は、 バイオームの概念に言及するが、より、ライフゾーンという用語を好んで用い、またその発案者であるクリントンハートメディアムの著作を参照している。同書は、チリカワ地域の野生生物と生活条件についても説明している。時を同じくして、産地を生態分布上の島と捉える考え方が、科学者の間に定着し、 デビット・カメンやジョン・マクフィーのような著名な研究者が使用するようになった。この概念は当初生物学における研究の一分野となっており、北米大陸南西部の山岳地帯に留まらず、世界中の産地、高地、山海に応用することができる。マドレアン・スカイ・アイランドはおそらく世界で最も研究の進んだスカイ・アイランドである。 米国のニューメキシコ州とアリゾナ州、及びメキシコのチワワ州とソノラ州にまたがったこれらの3階はマドレオクシデンタル山脈の北縁からコロラド高原南部に連なる鎖の結節部をなしている。米国中北部の山々のスカイアイランドは特にこれらの島々をオクラホマ州南西部のウィチタ山脈のような平原に囲まれた山地と捉える人々の間で しばしば列島上山脈と呼ばれる。サンタカタリナ山脈、高度2100メートルからの眺望。手前には、松と地表の雪が、遠方には、砂漠が見える。より北方の例としては、米国モンタナ州のクレイジー山脈、キャッスル山脈、ベアポー山脈、ハイウッド山脈、リートル、ロッキー山脈が挙げられる。これらの山脈はそれぞれ森林に覆われ、 森林限界より上にツンドラと雪海を持つが他のいかなる山脈とも森林に覆われた稜線を共有せず半乾燥帯的な低木の草原地帯に囲まれている。その他北米のよく知られたスカイアイランドとしてはカリフォルニア州のホワイト山脈やネバダ州、ラスベガス近郊のスプリング山脈などのグレートベースンの山地林がある。 アメリカ・メキシコ国境地帯のスカイアイランドに特徴的な要素の一つとして類縁植物種の混合を見ることができる。すなわち、高地の草木類がより高緯度の特徴を持ち、より低地の植物種は砂漠地帯や南方との結びつきを持つ。これらのスカイアイランドに特徴的な動植物種としてはユッカ・シャーティー、テイミア・シューリュス・ハドセニカス・グレイア・メンシス、ピジア・ラプシス・トンプソニー、 プレシドン・ニーメキシカネスなどが存在する。高山生物には、ソーレックス・ライエリーのように、明らかに生息する産地内で進化し、局地的環境に適応したものもいる。しかし、孤立した、小集団は絶滅の危険に対して脆弱なためか、孤立した、山岳生態系では時間とともに種数が減少する傾向があり、また生息域の孤立は、 新種の移入の可能性を低下させることも指摘されている。さらに、灰色マのようないくつかの種は、広範囲の生息地を必要とする。このクマは長らく、マドレアンスカイアイランドの森林、草原や水辺などの低地に生息地を持っていたが、当地域では20世紀に絶滅した。高原と低地の生息地の間の季節的な移動は、グレートベースンの ツノウズラが行うのと同様の移住である。これらの鳥は、雪がない時には、標高の高いところに住み、冬には南に移動する代わりに定地に住むのである。ややこしいことには、スカイアイランド群やその間の谷は、生物学的拡散に対する障壁としてだけでなく、移住の経路としても作用する、可能性がある。マドレアンスカイアイランドを利用して生息域を、 北方に拡大した鳥類や哺乳類の例としては、美しきヌバネドリや花白花熊がいる。ありがとうございます。